どうもハピネスタグのハピネスです。今回ですね、ウォンフレームの外装品で遊んでみたシリーズの、動画を出していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。先日ですね、エクスカリバーのペンドラゴンヘルムを使って、何かかっこいい外装品をお願いしますというね、リスナーからのリクエストにお答えしてですね、そちらの動画まとめでちょっとエクスカリバーの、ね、外装をねいじっていろいろ作ってみました。で、そちらの動画出した際にですね、最近ね、非常にたくさんのコメントをいただいております、キングさんからですね、こちら、はい、ドン、こちらが例のコメントでございます。はい、こちらそのペンドラゴンヘルムの動画にいただいたコメントそのものなんですけれども、まあ、勝手に載せてんだけどさ。いや、はい、リクエストいただきました、そこのコメントで。では、まあ、またペンドラゴンヘルムもリクエストの内容だったんですけれども、そこから連鎖でね、またリクエストをいただく形となって、本当にね、非常に嬉しい限りですね、本当に。もうリクエストを答えるってなると、もう自分でなんかこう、動画一人で作ろうって思った時と、まるでテンションが違うので、非常にこういうのはね、ありがたいと思います。ハピネスさん流のニュクソンを見てみたいです。たくさんスキンがあるので、ハビニャスさんの手にかかればかっこいい見た目が出来上がると思います。またニュークスの時代を取り戻しましょう。空いてる時間が空いてる時で良いので、よろしければお願いしますと。もう本当にね、ご丁寧なコメントをいただきまして、いや、こちらこそありがとうございます。いや、時間空いてたんでね時間空いてたつても、はい、ソーティー取った後なんですけれども、なんかニュークス作りてえなと思ってそのまま作っちゃいました。ただちょっと申し訳ないんですけれども、スキンを俺そんなに持ってないんですよ。ニュクススキンいっぱいあるんですよ。7種か8種ぐらいプライムのスキン集めて含めてあるんですけど、ヘルムとかもたくさんあるんですけど、そんなに持ってないんですよね、実は。デラックススキンぐらいしか持ってなくて、俺あんまりこう頻繁に天の源とか買わないので、本当に結構やっぱりそう高いというか高いというか、まあそれなりのお値段がねするじゃないですか。そうなるとやっぱりちょっとこうフォーマも刺さなきゃいけねえし、なんやかんやってやってるとプラチナがそっち方面に先に流れていくのでね、ちょっと本当にグッときて、いや、これ買わないってはいられねえなと思うものを先に買うようにしてまして、あまりスキンの多種多様性はないという前提で、ちょっと見ていただければなと思います。そのあたりちょっと期待してた方いらっしゃったらごめんなさいまたちょっと改めて時を置くというか、時間を置いてね、うん、そのうちまたスキンが充実してきたら改めてニュクスをそちらはそちらで出すとして、今回はね、手持ちの、ヘルム、スキン、シャンダナ外装を含めて、まあそれでもね、それなりにまあダサくはないというか、皆さんの心にグッとくるようなね外装品、まあもちろん自分がね心にグッときて、いや、これ使ったらめっちゃテンション上がるわっていうのをね、ちょっと中心に作り上げてみたので、そちらのね9種ですね、9種のスキンをご紹介していきたいと思いますので、まあ、最後の動画の最後までね、楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、最初に、こちらノーマルニュークスですね、こちらプライムではなく、はい、ノーマルニュークスのスキンになります。これはね、別に改めて作ったというわけではないんですけれども、まあこうちょっとなんて言うんだろうな、悪魔チックというか、小悪魔チックというか、なんというかね、ちょっとやっぱり、あ、すげえ第一印象めっちゃいいやつじゃんとは捉えられないような格好ですけれども、なんかちょっと SF チックというか、あの背中のね、この羽が、これ天の源なんですけれども、非常にかっこいいですね。で、肩幅なんかもちょっとこうしっかりさせてみたりだなんだりしてね、うん、まあニュクスのアビリティっていうのは敵を操って、で範囲内の敵をこう敵同士で戦わせたりだとか、敵の攻撃を吸収してそれを相手に跳ね返すとか、そういったちょっと魅惑系のね魅惑系のこうちょっとアビリティが多いので、まあそのアビリティにのっとった雰囲気でもあるのかなという感じです。はい、で内容のほどなんですけれども、こちらニュクスネメシススキンヘルムというのがね、あります。こちらデラックススキンに入るのかな。はい、これ非常にかっこいいですね。もうなんかちょっとパッと見顔みたいな感じになってるんですけど、そう、こんなにあるんですよスキン。そう、ヘルムはね、まあ多少持ってるんだけど、多少っつってもこれ普通にアラートミッションで手に入るやつなんですけど、天の源を持ってないですね、逆にで今度こちらね、アジャイルモーションを、ニュクスのアジャイルモーション、普通にニュクスのアジャイルモーションつけております。で外装品なんかはですね、
このサイリンクスチェストプレートって言ってね、あの肩のシリーズと一緒ですね。サイリンクスなんかこうトゲトゲみたいな感じでね、まあ頭のあたりちょっと曲線描いて、まあ基本的には丸みを帯びたスタイルなんですけれども、まあそれとミスマッチじゃないですけれども、背中の方がねちょっと自己主張激しいトゲトゲチックなので、まあ肩あたりもこう角張っててもまあ問題はないかなという感じですね。よく見るとね、曲線が多くて尖った部分が本当にネメシススキンは少ないんですよね。スタイリッシュな感じをね醸し出してるって感じですね。はい。でこちらレッグアーマーはね、ハーコナーレイスってやつですね。まあレイスじゃなくて普通のシリーズもあるんですけれども、まあ少し印象は変わるかなという感じですね。同じカラーリングでもちょっとこのハーコナーのレイスバージョンじゃないのに関してはちょっと薄く出るというか、そんな感じですね。まあパレットで調整すればいいだけの話なんですけど、これ現状最初は平和主義者の脱出みたいなので俺は手に入れたんですけど、今現状だとバロキシがたまに持ってくるかな。うん、これは普通に、こっちは普通にマーケットで買えるやつですけれども、はい、そんな感じですね。まあちょっと数があるんでね、サクサクいきましょうか。ちょっと一人当たりに時間かけてるな。はい。でシャンダナの方がですね、こちらナルシャンダナってやつですね。これ羽のやつです。かっこいいねこれね。ちょっとニュクスにねこれをつけてから外せなくなってしまったんですよね、このニュクスからこれこの人のためのじゃねとか言って、勝手に俺がね、本当に勝手ですけれども思って、いやいいなこれとか言ってずっとこれですね。もう半年じゃないな、もう1年近くこの格好は残してますね、ノーマルニュクス。うん、非常にかっこいいですね。はい、じゃあ次行きましょうか。次のやつが隣です。はい、 B 設定、またちょっと似たような感じかもしれない。あ、こちらですね。はい、これはもうちょっとなんか騎士って感じでね、こうニコナーがすごく似合うっていう感じ。もうそのさっきの悪魔チックなのとは打って変わって、こうなんかちょっと白と黒のモノクロがね、あの美しいニュクス姉さんですね。もうあまりなんかこう魅惑の技をやってくるようには思えないような聖騎士みたいな感じになってますね。はい、これ普通の、実はですねこれ特別なスキン使ってません。実は普通のニュクス、通常のニュクスヘルムとニュクススキンを使っておりますね。ミラージュ姉さんのノーブルモーションをつけて、外装品はちょっとねあのマーケットで購入したものばかりなんですけれども、まあ一部レアが含まれておりますけれども、こちらサタン6チェストプレートつけております。ちょっとおっぱいが大きく見えるかなと思ってなんかちょっとつけたら、あ、これいいんじゃねと思ってちょっとつけました。いろいろねあの迷ったんですけれども、カラーリング変えた時にねこう大きめに出たので、まあいいかなという感じですね。あのこう大きめっていうのはこの鎧のところが強調されたっていうんですよ。はい。あとこちら、片当てがレベナントのやつですね。はい、ベタラショルダーなんとかプレートですね。はい、こちら非常にかっこいいんですよね。さっきのサイリンクスと打って変わってもっと肩幅を強調させた感じ、まあザ鎧みたいな、もう聖騎士作るにはこれうってつけなんじゃねみたいな。まあ別に聖騎士スタイルを最初から作ろうと思ったわけではないですけれども、はい、足はねちょっとミスマッチで SF チックにしてみました。あんまりガチガチにすると足元重そうで、ニュクス姉さんのその細身のフォルムが死んでしまうかなと思ったので、せっかくねお腹のウエスト周り細くてね、くびれも美しいフレームなので、ちょっとここはねSF チックな感じで、あまり重たくならないように、ただ足元も目立つようにという感じで、こちらポルタレックプレートというのをつけました。まあデイオブザデッドスキンでもいいと思うんですけどね。デイオブザデッドスキンのシリーズもあるんですけれども、ここはねあえてちょっとそういうのは使わずマーケットで買えるものを、実装してみました。はい。でシャンダナの方が、これもマーケットで普通に買えるかな。これ天の源だっけ。あ、天の源じゃなくて普通のやつですね。ネルムボシャンダナですね。はい、これもともとコピーしちゃうと、ボディカラーコピーしちゃうと真っ白になっちゃうんですけれども、あえてそこをね部分的に黒に変えてあげることで少しこう差異が出てね、モノクロはっきりして締まるかなっていう感じですね。はい、じゃあ次行きましょう。ニュクス姉さん C 設定、こちらです。これはもう ABC どれもね被らないようにあえてちょっと設定をしてみましたこれはねちょっと戦隊ものに出てくるボスキャラですね。最後やられるとき、あの
爆発して死ぬやつですね。あードワーンつって、例のあれですね。ちょっと顔がね、その雰囲気を出した蜂の巣みたいな頭だなって俺は思ってるんですけれども。まあ、これもこれでね、ちょっとゴージャスな感じで、俺はね、とても個人的には好きなんですよね。はい。ですね、レベナントのアジャイルモーションをつけております。で、ヘルムがですね、ベスパヘルムってやつですね。これが虫みたいなやつですね。で、体は先ほどのニュクスネメシススキンを、つけております。こう、鎧してるところがね、ライトカラーじゃねえや。カラーリングのこの黄色い部分をやると、もう光沢がね、美しく出るので、すごくね、カラーリングの考えがいがあるスキンだと思いますね。はい。で、外装品がこちら。エオスプライムチェストプレート。まあ、プライムといってもこれ確かバロ吉が持ってくるはずなので、これはね、あと普通のね、エオスプレートもあるので、別にこっちでもいいかなって感じです。まあ、これも持ってくるタイミングがあると思うので、あのお兄さんも。なので、ない場合はこちらでも全然構わないかなという感じです。まあ、あまり目立たなきゃ何でもいい気がしてて、俺。こういうね、これはまあ、エドプライムは普通にプライムのアクセサリー品ですけれども、いろいろね、遊びがいはありますね。こう、こじんまりとしたやつ。あんまでかすぎるとちょっと変ですけれども、なんかね、これちょっとあんまり違和感を感じるんですけれども、あまりこう、大きめに、変な形っていうか、お腹のね、その形と、相違しなければ、自然と溶け込むのかなっていう感じですね。まあ、顔がね、だいぶ突っ張ってる分ね、肩とか足も遊べますね。こちら肩は、リブエライトガードアームかな？こちらをつけております。非常にね、頭のこのトゲトゲ感とね、すごく溶け込むんですよね。似合ってるんですよね。で、こちらは先ほどもね、他のスキンでもつけてた、外装でもつけてた、ハーコナーレイスレッグアーマーですね。こういうね、ちょっとうるさめなやつがね、ハピネスの言う意味はうるさいはちょっといい意味なんですけども、うるさめなやつがね、非常によく似合いますね。で、ちょっとね、こう、派手な感じ、シャンダナに関しては、4つこう分かれててね、これ非常にね、イガロシャンダナめっちゃかっこいいんですよね。で、これね、カラーリングも相まってね、悪い意味じゃなくてキモさがよく出てるっていう。感じですね。もうボディカラーコピーした瞬間、お、来たわって思いましたね。これ普通にマーケットで買えるシャンダナです。特別なものではありません。非常にね、これはね、形といいね、美しいですね。俺は好きですね、このイガロシャンダナ。いろいろなフレームにつけてるはずです。はい。まあこれはね、ちょっと敵悪臭がしなくもないですけれども、正義の味方ではないな、顔が、みたいな。そんな感じですけれどもね。はい。まあ、以上がね、普通のニュクスになるんですけれども、次はニュクスプライムを、まあ、プライムのスキンも使ってっていう感じかな。ヘルメットとか、ボディのプライムスキンを使っての、紹介をね、ちょっとしていきたいと思います。はい、まず最初こちらですね。うわって思った人多分いると思う。もうこう、ちょっとなんかブルーベリーじゃねえや、ストロベリーソースカラーな感じですね。まあ、ニカナを構えてる時はそうでもないんですけど、このニュクスのね、アジャイルモーションをやるともう怪しさが一気に出るっていうどうしてやろうかしらあーたーみたいなこのストロベリーソースカラーがね本当にちょっとやばいなってやべえやつだなっていう俺のちょっと大好きな言葉ですけれどもやべえやつっていう感じがねすごくしますね。一応ねその片当てなんかはさっきもつけてたサイリンクスシリーズになるんですけれどもまあちょっとカラーリングが違うだけでだいぶ印象も違うかなっていう感じですね。これボディヘルムともにですねニュクスプライムの、スキンを使っております。はい。で肩がサイリンクスで足がですねまあそんなになんかこうガチャガチャしなくてもいいかなと思ってちょっとなんかこうキモさをやっぱり出したかったのでいい意味でいい意味でキモさを出したかったのでガザルレッコプレートっていうなんかこのひし形のやつをねつけてみました。他のもちょっとつけてみたんですけどなんかこのイムギプライムレッグプレートとかもいいかなって思ったんですけどさすがに前回のペンドラゴンヘルムのエクスカリバーでだいぶ使った気がしたのでなんか全部これになっちまうなと思ってあえてここはねちょっと思考のその軌道を変えて別のものをちょっとつけてあげるっていうことをしてみましたね。うん。お腹なんかはねこれはプライムの、ミラージュ姉さんと一緒に来たやつかな。
アタビストプライムチェストプレートってやつですね。まあこれじゃなくてもさっきのねこういう豪華なやつ、それこそガザルチェストプレート、あの下のやつと一緒ですけれども、こういうのでも全然違和感はないと思うしね。もともとプライムのそのニュクスのスキンっていうのはこのちょっと胸のあたりに枠をなんか金具みたいな装飾がついてるんですね、胸のところに。まあそれとうまく溶け込んでくれてるのかなっていう感じですね。はい。で、シャンダナ、こちらはですねちょっと天の弦のシャンダナになります。非常にかっこいいですねこれ。今こんなカラーリングですけれども、この形がねすごく美しいやつですね。俺好きですねこれ。こちらセラフィムシャンダナってやつですね。はい。いやーもうねこれうまく溶け込んでますね。ちょっとこうなんつうんだろう、あまり体が大きくない、ちょっと華奢な、半ば華奢な、多分目の前で見たら全然華奢じゃないんだけど、フレームっていうのは。まあこう画面を通して見た時に華奢な体にねうまく溶け込んでくれる、すごく可愛らしいシャンダナだなと思って、これをつけてみました。はい。まあストロベリーカラーソースをまあ皮切りですね、ここからあと残り5種かな、5種の、プライム系のちょっとスキンをね紹介したいと思います。もちろんかっこいいのもあるのでね、期待していただければと思います。 B 設定です。はい。こちらはねまあダークネスカラーな感じですけれども、赤に黒でもこれね非常にいろんなところで俺実は使ってます。これ今回改めて作ったものではなくて、結構ね長い間プライムニュクスプライム初めて手に入れた時に作り上げた外装でもあるので、これは随分もうお気に入りとしてずっと使ってますね。うん、なんかオクタビアのノーブルモーションなんかつけちゃったりなんだりして、こうちょっとニュクス、こう見た目はちょっと怖い人なんだけど、なんかノリノリよ私みたいな、いやいやそんなもんじゃないからっつって、私ノリノリよ大丈夫、痛くはしないわ、ちょっときつく縛り上げるだけだからみたいな、そんな感じがね出てるのが、まあ別に俺がそうしてほしいっていう意味じゃないですよ全然、それは誤解っすね意味がわからないけど、はい。まあそんな感じになっております。これはもう想定ミッションとかでもバンバン使ってるスタイルですね。はい。エドチェストプレートつけております。どこにって思うと思うんですけど、これちっちゃいんですね実は。エドチェストプレートってわかるかな、なんかこう上のちょうど金具のところ変えればわかるか、こうちょっと今あそこですね。うん、あまり目立たなくていいかなと思って、今ねあの装飾全然エドチェストプレートしかつけてないのに、あの胸のところにはなんかこう胸を強調するかのような装飾があるので、そんなに目立たなくていいなと思ってこちらつけてます。でこれストーカー先生が、ご用達で使っておりますパカル、ショルダープレートですね。はい。これをね両肩につけております。であとキーティールの、フォロスレッグプレートつけておりますね。あまりこう目立たないようにねしてます。こうちょっとねあのなんつうんだろう、白銀な感じの装飾を目立たせているので、白色ね、プラチナみたいな色ですけれども、まあ頭のところをね、まあちょっと視点持っていきたいなと思って、胸から上のあたり、バストアップっていうのかな、そういうの。うん。なのであんまり足の方はね、目立たせないようにしております。あまり装飾もついてないのでね、まあ部分的にこう、きらびやかな部分が少なくならないように、太もも、で、足、ふくらはぎのとこかな、ふくらはぎのところ、足、胸、首元、頭と、こう要所要所にきらびやかな部分をね、散りばめるような感覚でつけてみました。はい。当時はそういう風に考えてやってましたね。はい。今見ても多分そういうことなのだろう、俺の考えはというのがあります。はい。正確に覚えてるわけじゃないけれどもね。はい。で、この、オブリビアプライムシャンダナ。これ、リンボプライムと一緒に来たマントですね。あまり、こう、下がね、軽快に動くので、ニュクス。軽快に動くのでっていうか、軽快に動かしたいので、このスタイルを使ってる時はね、あのあまりこう足元までマントが伸びないように重い印象を与えないような、ちょっとこじんまりとしたね丈の短いマントをわざとね、まとわせているっていう感じですね。でこれもね結構こう見てわかるように、こう白銀のねこうラインがよく綺麗に出るんですよ、プライムのマントっていうのもあって。で中心にあるあの宝石の部分がね、やっぱりこうさっきも言ったのように要所要所に宝石っぽいのをきらびやかな部分を散りばめたいので、あの真ん中のを見た時に、あこれすげえなって、まあ前から見たらそんなにちょっと似合ってるかどうかって、もう少しあの襟元に立ってるようなこう部分がね前に来てほしいなっていうこだわりはね、こだわりはあるんですけど、まあでもねそういう意味で後ろから見た時すごくね
頭のその存在感といい、まあ似合ってるかなと思ってこれにしてますね。はい、ちょっとお気に入りだからね、ちょっと時間かけて説明しちゃいました。はい、次 C 設定です。はい、こちらはね、またちょっと打って変わってかっこいいですね。ダークネス系ですね。ただ赤色ではなくて、これは青系紫かな、紫と黒を基調にした感じですね。で、ハローのアジャイルモーションをつけております。金色の金具がね、ちょっとこの存在感が俺好きなんですよね。ヘルムはね、今回はニュクスプライムスキンなんですけれども、ヘルムは、メンティサイドヘルムっていうね、これはアラートミッションで、前日だとあれかな、あのナイトウェーブとかで配信してたヘルムの一つではありますね。はい、これなんでハローのアジャイルモーションにしてるかっていうのは、まあもちろん怪しさ出るっていうこだわりもあるんですけれども、あのニュクスのプライムのスキンって、手のひら見ていただくと分かると思うんですけど、なんか目玉みたいなね、ライトカラーがあるんですよ。普段ね、あの武器とか握ってるとなかなか見る機会はないんですけれども、ハローのね、アジャイルモーションをつけると、こう手のひらをこっちに向けてくれるので、これを見ることができるんですよね。いや、もうここから私のアビリティ出ますからっていう感じがすごいしてて、わざとね、あの手のひらのところを白く縁取って、で中心を赤色に光らせて、で目がね、パッと出てきた時に目があっちに向くようにちょっと意識をして、カラーリングを実装してみました。はい、で、外装品の方なんですけれども、あまり肩のあたりはちょっと目立たないようにしてますね。やっぱりあんまりこう肩幅とか足のところがね、ガーって目立ちすぎちゃうと、やっぱこの目元を送ってほしい手のひらのところに視線がいかなくなっちゃうかなと思って、あんまりうるさくはしないです。はい、ガザルショルダープレートですね。ガザルシリーズは結構ニュクスに使ってますね、今思えば。あとこちらレフト、プリズマダエダラスレックプレート、合ってんのかな、ダエダラスはい、こちらはね、キーティールが持ってくるようなやつです。まあプリズマシリーズじゃないものも存在するんですけれども、これですね。はい、まあこれでも全然違和感はないですね。ただちょっとね、遊びというか、こう怪しさというか、なんかもじょもじょもじょっていう、なんか流血みたいな流れがね、ちょっといいなーと思ったんで、こっちのプリズマ系にしてますね。はい、でシャンダナはね、またストーカー先生御用達のシャンダナ、これは逆にね、この構えをやってる時はね、こういうマントを床に引きずる、まあ一見なんつうんだろうな、こういうのだらしないっていうのかな、だらしなくはないんだけれども、なんかこうそういうのを引きずってにじり寄ってくるみたいなね、そういう感じがうまく出るようにと、わざとね、丈の長いパカラシャンダナをね、実装してみました。いやー、これはね、非常にちょっと個人的にお気に入りですね、このスタイルは。なんかニュクスの違う一面がね、出てるかなと。あ、で、胸当てはレベナントのやつです。レベナントのやつをつけております。違和感ないかなーとも思います。うん。視線を下げてる分ね、なんかこう、装飾が垂れ下がってるみたいな、そんな感じかなと。ベタラチェストプレートってやつですね。つけております。はい。じゃあこれで3種紹介しちゃったんですけれども、実はハピネスね、ニュクスプライムをもう1台持ってまして、まあちょっとレベリングはね、まだ優先で回ってきてないんで、今ライノプライムを、ライノプライムのちょっとこれも2台目なんですけれども、レベリングしてるのでレベル0になってしまうんですけれども、ちょっとこっちも設定してみましたので、そちら紹介していきたいと思います。はい、こちらちょっと可愛らしい女性向けかなっていう感じですね。女性向け系の、まあニュクス姉さんも女性なので、まあ、ニュクス姉さんらしいといえば、まあ、らしくはないんだけど、まあ、ちょっと違った一面、今まで怪しかったり悪魔的だったり、こう聖騎士みたいな、ちょっと男の子向けなものが多かったんですけれども、こっちはどっちかっていうと、その女性寄りな感じの可愛らしい感じのやつも一応作ってみました。まあ、黒にねピンクっていう感じで、ちょっとなんかこう、なんつうんだろう、ヨガの先生みたいな構えのせいだと思うんだけど、それは俺の勝手なイメージで、こうガラのアジャイルモーションがもうなんかヨガの先生っていうイメージでちょっとやってみたんですけれども、こちら普通のニュクスの、ヘルムをつけて、お腹だけプライムのスキンっていう感じですね。はい、でガラのアジャイルモーションつけて、でこちらお腹の方がですね、まあ、ハイドロイドプライムと一緒に来たお腹の胸当てかな、スピリットセイルプライムチェストプレートっていうね、かっこいいですね、非常に。これはまあこれじゃなくてもね、似たような感じの、こちらはマーケットで買えるやつだったと思うんですけれども、まあ胸当てがね、そんなに大きすぎなければ何でもいいのかなと。ただこの
スピリットセイルプライムチェストプレートをつけているのは頭の形にね少し似ているので、このお腹の曲線の部分が、だからあえてねちょっと統一感を出すためにあえてこれをつけてみたっていう感じです。で、アビア祝祭用ショルダープレート、羽のやつをつけてますね。これちょっと丸みを帯びた感じでね、可愛らしい感じが出るかなと思って、そのままね、あの外装品をボディカラーコピーしてしまうと真っ黒に出てしまうので、あえてそこはね白と黒を反転させて、きちんと装飾のこの模様が見えるようにカラーリングも設定してますね。はい、足はねちょっとこうスタイリッシュな感じでシュッとした感じがね出るように、テンノコン2019年のレッグプレートつけております。はい、おしゃれですね。はい、おしゃれなニュクス姉さんでございます。あと残り2つですね。はい、じゃあやっていきましょう。あ、そう、シャンダナはね、あれです。セファロンスーダのシャンダナをつけております。こう、セファロンスーダのところに、セファロンスーダがなんか、面白い格好してくださいって言われた時に、この格好を出して、I see! って言われるためのスキンでもありますね。はい、では B 設定いきましょう。こちらです。これはね、男の子大好きだと思います。え、これマジでニュクスなの?っていうね。もう、ゴージャスですね。中身がちょっとこう勇ましい女性っていう感じがするね。ちょっと別芸感出てますよね。これマジで主人公だったら惚れるわっていうレベルのものだと思いますけれども、いや勝手にねこれはね、あの非常に男の子向けなスキンでもあるかなと思いますね。すごくこう見た目もゴージャスですし、あの色のねこうバランスはうまく個人的にも取れたかなという感じです。まあ言ってそんなに特別な、あ、使ってるか、結構使ってるな、はい、ニュクスプライムヘルムに、つけて、実はこれプライムのスキンではなくて、先ほどのネメシススキンと、プライムヘルムを合わせた感じですね。はい、でこれモーションがガルーダですガルーダのモーションをつけてます。この腕のね置き方がすごくこうお高く止まった感じですよね。もう恐れるものはないみたいな、そんな感じでね、俺が好きな女性のタイプですね。はい、でパカラチェストプレート、これストーカーのやつですね、つけております。少しね浮き目に出るんですよね、浮いて出るんですよね。これ見ると分かると思うんですけど、少し浮いてるんですよね、お腹にぴったりくっつかずに。これがまたね自己主張激しくていいんですよね。で肩がね、しっかりと肩幅出るようにサイリンクスショルダープレートつけてますね。非常にこのショルダープレートはね、あの使い勝手がいいので、どのフレームに実装するのにもマーケットで普通に買えるんで、なんか持っとくといいかなと、かっこよくなるかなっていう感じですね、うん、ただ肩幅がしっかりしてるってだけでね、もうかっこよく、それだけでかっこよく見えてしまうので、こちらちょっと限定品になるんですけれども、今イクイノクスプライムと一緒に来たレッグプレート、ナバールプライムレッグプレート両方につけております。このねこうちょっと動いた時にね、こう布についたこう装飾品がヒラヒラするのがねすごくおしゃれおしゃれなんですよね。はい、それをねちょっとつけてみました。でこのシャンダナに関してはですね、リンボのデラックススキン、つい先日来たばっかりですね、これも。はい、こちらサイドリールシャンダナってことでね、ボイドを象徴するシャンダナってことで、これがね、ボディカラーをコピーした瞬間のこのかっこよさ、やばいですね。後ろから見てこのシャンダナだけで惚れる。で、さらに正面から見てこれですよ。男じゃねって思うぐらいの勇ましさですけれどもね。目のライトカラーの赤がね、非常に好きですね。うん、強い眼差しを感じますね。で一応エフェメラはねスモーキングをつけております。スモーキング、なんだっけ、スモーキングボディエフェメラ、ストーカーから出るやつですね。それを実装させていただいております。こう強そうな感じが出ますよね。ちょっと全然違うアビリティを使いそうニュクスのアビリティではなくエクスカリバー並みのなんかちょっとこうアビリティを使いますけれども、中身はニュクス姉さんですね。はい、次最後です。こちらはね、まあちょっとなんて言うんだろうな、マジシャンみたいなねまあリンボのノーブルモーションだからっていうこともあるんだとは思うんですけれども、まあ何気にねこうニュクスのアビリティを使うにあたっては、まあこれも一種モーション的には間違いではないのかなという感じですね。はい、まああまりね多くのスキンを、最初にも言ったんですけど、多くのスキンを持ってるわけではないので、まああるもので
ちょっとあれこれあれこれ違うそれぞれの雰囲気を出そうと思ったらね、まあ最後はこれになったっていう感じですね。まあ何気にね、こうなんて言うんだろうな、こういうのちょっとミステリアスというか、なんというかこうちょっと怪しめはやっぱりあるんですけれども、こうちょっとまあ女性フレームなんで失礼かもしれないですけれども、こう紳士的でもあるという感じですね。うん、まああんま淑女っていう風には見えないしなっていうね。うん、はい。で、この、メンティサイドヘルムつけておりますね。頭。で、お腹はプライムスキンという感じですね。はい。ピンクの金具がね、ちょっと俺お気に入りですね。外装品に関してなんですけれども、エドプライムチェストプレートつけております。あとはクバショルダープレートつけて、両肩につけてますね。これもね、こうちょっとこの、片側だけクバのね装飾品がついたやつになるんですけれども、これがね、そこなんて言うんだろう、カラーリングも相まってシャンダナと少し統一感が取れてるなぁと思って、これにしてみましたね。で、足はねちょっと限定品になるんですけれども、タルギスプライムレッグプレートってやつでね、まあこれでちょっとゴージャスな感じを出してますね。あとは、こちらシャンダナですね。シャンダナちょっとこう厚めな感じですね。分厚い感じの少し重みがあるんですけれども、それがしっかりとね地に足つけてる感じを、演出できてるかなと思います。はい。シャンダナに関してはね、あんまヒラヒラするとね他とも被るし、なんかないかなと思った時にね、まあクバのこのアクセサリーも相まって、まあこういう厚手のね少ししっかりとしたようなシャンダナが似合うなと思って、うん、ちょっとコミカルな感じもするけどね。うん、はい。こちらね、センチュリアシャンダナってことでね、まあ金色のね、あ、ピンクの金具もねすごく美しく出ているので、まあニュクス姉さんを使うにあたっては少し女性的なね雰囲気も、残しつつのスタイルになるのかなという感じです。まあ黄色と紫っていうね全然、ま、真逆のこの相反するカラーリングを入れることで少し締まりも出てるのかなという感じですね。どこもなんかこう無駄に目立つこともなく、しっかりとこう全体を捉えられるようなスタイルになっております。はい。まあね、ニュクス姉さん本当にねコメントにいただいた通り、たくさんのスキンがある中でねハピネスがちょっとできるのはこのぐらいになるんですけれども、まあ最初に言った通り、改めてねスキンを購入した暁にはいろいろとね試しながらこうまた外装もね遊んでいきたいと思います。はい。そんな感じで今回は、ニュクス姉さんの外装品で遊んでみたはこんな感じで終わりにしたいと思います。お送りしたのはハピネスダークのハピネスでした。またお会いしましょう。さよなら。